んこんにちは。ニュークラフトチャンネルのみっちゃんです。クイズに出しましょう。今日紹介する車はですね、まずホンダです。 K です。2人乗りです。でものすごく有名なエンジンを積んだ車です。排気量は 660cc でミッドシップです。もうここまで来たらもう皆さんもお分かりだと思うんですけど、じゃじゃん、じゃじゃん。ということで今日皆さんにご紹介する車はホンダのアクティです。わかります。やっぱりまあね、あの当時 ABC トリオという K の、まあ、スポーツカーが ABC トリオって呼ばれてたんですけど、ホンダのアクティ、しつこい、マツダの AZ1、 ホンダのビート、それからスズキのカプチーノで、厳密に言うと ABC プラス C なんですね。マツダの AZ1 を OEM でスズキのバッジ貼ったキャラっていうのがあったんで、厳密に言うと ABCC なんですけど、でこのビートなんですけど、その ABC の中でですね、唯一下級機なしの NA で64馬力を発揮してて、まあ当時やっぱりホンダは下級機は嫌ってたんでですね、下級機なしで64馬力っていうのはもうホンダの意地でしょうね。でまあ今日いつものコースを走りながらこの車についてですね紹介していきたいと思いますんで、最後までご視聴よろしくお願いします。行きましょう。ということでね、30年ぐらい前、黄色いビートをね4年ぐらい持ってたんですよ。乗ったのが2年ぐらいかな。2年間ぐらい毎日通勤でこのビートに乗ってたんですよ。で当時ね、平均の燃費がリタ18、当時としてはね立派な方だと思います。で今みっちゃん映ってると思うんですけど、この前から動画配信している S660 と比べた場合、まあもちろんこっちの車の方がもう圧倒的にパワーがなくて遅いんですが、ドライビングポジションはこのビートの方が S660 より明らかにまともなドライポジが取れると思う。まあ運転してて楽です。でこの車の場合、オプションで 前にスピーカーついてますよね、はい、これスカイサウンドシステムって言って包み込むようなサウンドがっていうスピーカーですね。このオーディオもこのビート専用 でこれ何気にオプションで CD チェンジャーがつなげられるはずなんですが、この車の振動でディスクの入れ替え中に引っかかって、正直使い物になりません。いわゆるDIN 規格から全く外れてるので、市販のオーディオが一切つけられないっていう、まあ音楽を聴きながらドライブする車ではないのでしょうがないと思います。こんにちは。こんにちは。520万のお借りします。車体低いですね。低いですね、トラックに引かれそうです。じゃあ了解して、はい、ありがとうございます。S660 がエンジンのレッドゾーンが7800からぐらいだったじゃないですか、はい、このビートレッドゾーンが8500からすだけだから、メーターもね当時のバイクの三連メーターみたいな感じだよね。これわざとね、もうバイクです。意地でもね下級機なしで64っていうことなんやけど、エンジンは本当にアクティの E07 やったかな、がベースなんよね。でそのエンジン実は去年までアクティ用でまだ生産されとったんですよ、ベースが。だけどこの車エンジンブローしても、まあまあまあ部品まだ全然入るんで壊しても安心。ただこのビートのエンジンだけ特殊で3気筒です、なんですけどね、この車3連スロットルなんですけど、まあだけど本当無理やり64馬力って感じね。でこの車のいいところは
AZ1 とかそのカプチーノかな、あんなんと比べるとパワーはないんやけど、ある意味あの車のそのいわゆるポテンシャルを一般道でまあまあ目いっぱい使える車だから乗ってて楽しいのね。 S6 も S6 でいい車で面白いんですが、ほとんどもうバイク感覚、車両感覚もつかみやすいしね。で NSX ってあったじゃないですか、名車が、はい、ホンダの、はい、もうそれをちっちゃくしたようなデザインでしょ。本当に楽しいよ。でね、このね車がすごいのは、なんと走行距離が7500キロぐらいなんですね。びっくりです。ちなみにうちでどこまで手入れたかっていうとですね、もうボディにサビもないし、もうものすごく状態がいい。ただバンパー、サイドエアインテーク、ドアノブ、その辺の樹脂に関しては紫外線によるやっぱり塗装の劣化があったので、そこについては塗り直しやりました。ビートといえばオープンなんで、このホロもリアのスクリーン見てほしいんやけど、まだね透明度が残ってます。これでこれオープンにする事情があって、ガラスにできないんですよビートは。であとはまあ下回りも非常に良好な状態なんですけど、さらにこれからも錆びてほしくないので、まあうちいつものラストップで施工しまして、もう錆び気にせんでいいっしょね、ここまで来たら。でまあ一応そのインプレッション今してますけど、当然これ売り物です。ただこんな貴重な走行距離で程度がいいので、価格はお問い合わせください。安くないと思います。本当にビートが大好きな人にぜひ見に来てもらって買ってほしいですね。ということでですね、いつもの貯水池にやってまいりました。早速参りましょう。よりも賑やかでね、走ってる感は出てると思うんですけど、スピードは実は出てないよ。この車の楽しさわかる？楽しいやろ。いやごめん、もう個人的な主観がもろ入るけど、 S6 より絶対こっちの方が面白い俺は。まあ一応ビートオープンカーやん。俺意外とオープンにして走ること多かった。逆に冬がね気持ちいいんよ。オープンカーっちゅうのは普通の車よりヒーターの能力を上げてきとるけね、あったかい空気に包まれながら真冬にヒーター全開にしてフルオープンで走るのよ。気持ちいいですね。じゃあちょっと早速ですねやってみましょうか。このロックを下げてこのフックを下ろすよね。もうこれで終わり。よいしょ、こうなるわけ。いいやろ、開放感あるべ。ほんとね楽しい。まあよく言えばもっといいタイヤ履かせて、足回りも車高調入れてタイヤサイズもでかくしてね、ハイグリップ履かしたらもう下り、これめっちゃおもろいやろね。これほんとにしっかり回して走れるやん、楽しいよ。ほんといいわこれ。うわやっぱビート最強、楽しい。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございます。久しぶりにゆっくりビートを運転させてもらったんですが、アクセル全開っていうのが多い、本当に楽しい車だなと改めて思ったんですけども、まあ本当に非常に綺麗な個体なのでね、走行距離も少ないんで本当に貴重な一台だと思うんで、ビートが大好きで大好きでしょうがない人にね、ぜひ買っていただけたらなと思いますので、興味のある方はぜひ三原自動車の方に問い合わせの方してください。でこれからもねうちで販売する車、仕上げていく車、動画アップしてまいりますので、ぜひチャンネル評価、いいねよろしくお願いいたします。